こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回は宮崎の観光名所で最も人気が高いと思われる高千穂峡に向かってみたいと思いまして、拠点となる町宮崎県は延岡駅に来ております。もうちょっと田舎だと思っておりましたが、来てみますとかなり都会な感じがいたしまして、人口も多くて通勤ラッシュなんかも経験いたしました。それはこの延岡から県庁所在地の宮崎の方面に行くに限っておりまして、ここから北の方に向かいますと大分県の県境の方に行くわけですが、そちらの方には旅客の需要がほとんどなく、このダイヤを見てみますと朝6時10分に各駅停車が来た後、特急は2時間に1本とかあるんですが、普通列車に関しては14時間後の8時7分まで列車が来ないという鬼のようなダイヤになっております。さて、高千穂に行くのに拠点となる町延岡でございますが、ここから50キロほど離れておりまして、車でなければバスを利用することが多くなるかと思われますが、値段の方が片道通常ですと1820円のところ、用途や期間によって変わりますが、様々な少し安めのチケットも現地で購入することが可能のようです。しかしながら今回は行きたい目的地が多すぎたので、バスではなくレンタカーを利用させていただきました。延岡から高千穂までは九州中央自動車道という快適な無料の高速道路がありまして、途中に道の駅などに寄り道しなければ1時間ほどの所要時間で到着いたします。途中の道の駅で食事なんかを取ったりしまして、私の場合は1時間半ほどで到着でございます。では駐車場から橋のたもとの渓谷入り口へやってまいりまして、ここから高千穂峡に向かっていきます。駐車場は第1、第2、第3とありまして、私が止めたのは第3大橋駐車場になります。第1、第2に比べますと第3は少し離れたところで、この上の橋のところに駐車場がありますので結構な高低差でございまして、景色を見ながらなのでそれほど下りは苦痛には感じませんでしたが、帰りはこれが上りになりますのでかなりきつかったというところでございます。駐車場から下ってまいりまして、第二駐車場を通り過ぎ五ヶ瀬川の支流川内側のところまでやってきました。だいたいこの辺から高千穂のメイン真内の滝まで約1キロの遊歩道が整備されております。高千穂峡の峡谷全体としては長さがおよそ7キロ、高低差は平均で80メートルほど、最大で100メートルほどあるそうです。この辺りから崖の感じが変わってきまして、上下2段構造になっております。こちらのメガネ橋の名前が総比橋と読むんでしょうか。この橋を渡りまして川の左岸の方にやってまいりました。景色を眺めながら整備された遊歩道をどんどん進んでいきますと、こちらが仙人の屏風岩と言われる、岩というよりも崖と言った方がいいかと思いますが、これはもともと一つの山だったのが長い時間をかけて雨風で浸食されてこのようになったと思われるんですが、重いものは流されないのでそのまま下に落ちて残ったのがこちらの喜八の力石となります。一応伝説では喜八という鬼がここに投げ込んだということになっております。この付近地層が二重構造になっているのが分かりやすくて、下の方が柱状列石と言われる珍しい形状になっております。
上の方が120万年前に阿蘇山が噴火して、その時に大量の火山灰が降ったとされておりますが、それ以降の地層ということになります。さて、距離の方は1キロほどなので大した距離ではないんですが、なんやかんや撮影しながらなので30分ほどかけて目的地の一つであるマナイの滝までやってまいりました。マナイはこのような漢字を当てますが、意味としましてはマナが大事なもの、岩水源を意味しますので、単純に重要な水源でありますよというような表現になるかと思います。現在の日本語でもマナ弟子とかマナ娘とか、あるいは古代の人は目が重要だと考えていたのか、目のことをマナ子と言いますが、これらは当たる漢字が違っても根の部分では同じ語源だと思われます。ちょっと話は変わるかもしれませんが、ユダヤ教の三種の神器にマナの壺というのがありますが、このマナも同じ語源ではないのかという説もあったりするようです。ちなみに残りの2つは十戒と言われるモーゼの石板とアロンの杖となります。アロンはモーゼのお兄さんということでございます。で、これを入れている箱が契約の箱、アークと言われるものになります。一応こちらが日本の三種の神器、鏡と剣と勾玉になります。こういった三種の神器というのがあるのもユダヤと日本の共通した文化だと思われます。ちょっと上の方に移動してきました。こちらはマナイの滝の上流部にあたるところで、岩壁から湧水、水が湧いてきておりまして、こちらを玉水の滝と言います。これらの水を集めたものがこちらの湧水池になりまして、上下の2段構造で、上が飲料水、下が生活用水に使われていたのではなかろうかと想像されます。なのでマナイという表現はこの湧水池に当てられるものだと思われますが、現在は鯉などを飼育しております。で、上の方からこちらが下段の2段目になりますね。英語で言うとプライマリー、セカンダリーみたいなイメージでございますが、ここから少し落ちたところが滝になりまして、ちょっと離れた橋の上から撮影したものがこちらのマナイの滝になります。マナイの滝に関するエピソードを話してきましたが、一応この話は諸説ある中の一つということで、信じるか信じないかはその人次第ということでご理解いただければいいかと思います。では橋の上を振り向きまして、こちらがボート乗り場になります。ボートに乗るのはちょっと高くて4000円ぐらいするみたいで、なんか美味しいもんでも食べた方がいいのではと悩んでいたところ、どうも予約がないと乗れないようで、どうしても乗りたい方はあらかじめ予約されるのをお勧めいたします。ということで、宮崎県高千穂峡のご紹介でした。では場所を変えまして、高千穂峡からは5キロ少々国見ヶ丘にやってまいりました。こちらは標高が513メートルあるところで、秋には雲海が見られるということで有名なようでございます。この日は霧どころかめちゃめちゃいい天気でございまして、こんな風に高千穂の町が一望できます。画面中央の大きな橋が高千穂大橋となりまして、その右奥ぐらいが
先ほどの高千穂峡となります。振り向きますと日向の国不動記が説明されておりまして、にぎぎの御事さんが天孫降臨される様子を表現しているようでございます。では今回は延岡からレンタカーを借りて高千穂に来て、数箇所名所を巡ってみましたが、そのうちの高千穂峡と国見ヶ丘の紹介をさせていただきました。次回以降の予告をさせていただきますと、高千穂神社の高千穂神楽の様子、それから少し離れた天野岩戸神社、そこに隣接する天野安河原、最後は高千穂天テラス鉄道と、この辺りを次回以降動画にさせていただきたいと思いますので、よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では最後までのご視聴ありがとうございました。